はい、同人生活ですということで、カースドクルセイド次からやっていきたいと思います。で獲得したビクトリーポイントを使用しキャラクターを強化することができるらしい。はあはあ、まあいいやこの辺りはちょっと飛ばして。テンプル騎士の呪いって何それテンプル騎士って呪われてたの？多分これがバッバッバン。あ、体力上げてもよかったかな。防具マスター強化すると新たな装備を入手できます。カースってなんだ。カースはまだ押せないな。でこれでなんか両手剣、ポメルショックサッカーパンチ待って、よくわかんねえんだけど。じゃあこれにしようかな。ブラッドレイン、ボディスラッシュ、インペイラー、こんなもんか。ちょっと待って、両手剣以外ってなんもないのこれ。ああ、こういう選び方か。片手剣、両手剣、とりあえずこの2つだけか。じゃあまあちょっと行きますかなんて言ったらいいんだろうね、このゲームは。なんか何とも言えない、このやらされてる感。なんかこうなんかこう違うんだよなみたいな感じでしたけど、まあそのうちマシになってくるのかな。我が弟によってさすらいの身となることを余儀なくされた息子は剣の腕を打って生活を支えた。そして様々な戦いに参加した後、彼はモンフェラ公ボニファスの傭兵となった。1199年の夏、彼の加わった軍隊は我が友マルタンの居城ビロン城を包囲していた。モンフェラ公の軍を指揮するのは過激な性格で知られるフランドル伯ボウドゥアン。できれば上官にはしたくない男だ。あの臆病者どもの城壁の下で待つこと30日、それももう終わりだ。今日こそマルタンド・アリュゲイを屈服させてやる。城門を打ち破り、財宝を略奪し、奴の兵を皆殺しにするのだ。傭兵ども、仕事の時間が来たぞ。今夜はお前たちが朝までビッシュにいようか、死体となってカラスどもの餌となるかのどちらかだ。いずれにせよ今夜全てが決まる。しかし突撃が全て失敗に終わっています。門が頑丈で波状ついても破れないのです。まず火をかけるなりして破壊せれば。そうですよ、きっと大量の矢が降ってきます。近づけません。泣き言は聞かん。矢などマントレットで防げばいい。まずは門まで近づき、火薬袋を使って火をつけろ。仕上げは波状槌だ。いいな。トレビシェットで壁を破ったらどうです。なぜ危険を冒して門を壊す必要が。お前たちの雇い主であるモンフェラ公は無傷のまま城を手に入れることをお望みだ。私はその意志に従うのみ。よし、そこの二人は一代目につけ、そっちの二人は二代目だ。スペイン人はドゥベールと一緒に三代目だ。ドゥベール、傭兵にしちゃ洒落た名だな。剣は扱えるのか。心配するな、大方英雄でも気取ってつけた名前だろうがな。6人は波状槌につき、マントレットの背後から進め。命を賭して勝利をもぎ取るのだ。いいか、一斉射撃の合間を縫って進むぞ。矢が放たれたらすぐに止まり、
この板の陰に隠れてやり過ごすんだ。分かったか、英雄さんよ。俺だって無駄死にする気はねえ。進め。なんだこの匂いは。これは飛んできたら止まるのか。小便をかけたのさ、命令でな。R2 でこうやって隠れるのか。そんなことやったら戦に勝てるのかよ。すぐにその命令に感謝することになるさ。湿った表面は冷やから木を守る。異教徒のように火炙りにされたくはないだろう。もうなんかすごい地味な絵だな。別に矢が大量に飛んでくるわけではないみたいな。しかもこれ別になんか隠れる必要もないんじゃないかな。何やってんだあいつ。よし、うわ、行くぞ。このエステバン様を殺せると思ってんのか。すぐに後悔させてやるぜ。こういうことか。喋りすぎだぞ。体力で応戦しろ。確かに。それはその通りだ。行こう。安心しな。俺のそばにいりゃ悪いことは。そうなのか。言わなかったか。俺には幸運の星がついてる。幸運の星。そいつが代わりに剣を振るってくれるとでも。あ、お、飛んできた。これ、あ、これ隠れないと多分一撃で死ぬんだな。ドゥエルって呼んでた。お前は騎士なのか。レンズと呼んでる。さては貴族の小僧か。なんでお前みたいな身分のやつがこんな戦場の泥の中で小便くせえイタケレを扱う羽目になったんだ。冒険に憧れたからさ。あんたもそうだろ。身を隠せ。なんかすごい。ここまで来て逃げるなよ。すごい。めちゃくちゃ地味な戦いなんだけど。で、これでここからなら敵を狙い撃ちできるぜ。クロスボウで敵を倒す。あまり長く顔を出すな。痛い。 R2 で撃つ。こう出て痛い。よし、待ってたって敵は死なねえぞ。あ、上もか。なんか別に当たってる感じはしないんだけどな、こっちに弾が。よいしょ。あとはこいつか。よし、残らず仕留めてやれ。あ、そこにもいんの。めんどくさいな、すごい地味だな戦いが。これで少しはおとなしくなるだろう。いやすごい地味なんですけど。火薬袋を使うぞ。よし、他の連中が来る前にそいつを投げろ。もっとうまいこと火のところに狙えよ。しかも別に火矢でもねえのに爆発するっていう。え、何を。痛い。あ、クロスボウ。クロスボウはどうやって装備するんだ。三角じゃなくて、あ、十字キーの下か。扉を打ち破れ。あれでもクロスボウ使う必要なくね。これは拾えないのか。あ、拾えたけど捨てちゃうな。まあいいか。よくわかんねえな。波状槌を使う。助け、え、ほっ。でもこれお父さんの友達の城なんでしょ。あと一息だ。いいのかな、お父さんの友達の城をなんか落とそうとしてるけど。
お、開いた。行け、奴らを殺せ。どれが敵だ。弱い。おお、どれが敵かわかんねえけど。まあとりあえず、ほら、よし、か、クルセイダー、よし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 、なんて言うんだろうこの感じは、お前を、よし、いいんじゃないの、いいんじゃないのこれ、よいしょ、これで刺して、この井戸はなんだろう、光ってるけど、よくわかんないな、ほら、ほら、ほら。ほら、これでぶっ刺して、お前もだ、お前もぶっ刺してやる、よいしょ。なんだろうねこの感じは。この感じは一体何なんだ、やらされてる感の半端なさ。このゲーム反撃するのだ、故郷のために戦え、やる、一人残らず片付けろ。ああ、これクロスボウ、いやあそこにさ宝箱あるんだよね、ちょっと宝箱はあるから、これ走れないのかな、これなんだ、開け方雑、しかも 何が入ってたってわけでもねえわ。でこれはどうやって打つんだ、どこにいるんだ敵は、あそこか、わざわざ俺が撃つ必要あるかこれ。やったぞ。なんだろうねこの感じは。これは壊せないのか。で、どこへ行くんだこれは次。波状槌で城の中に入ったのはいいんだけど。この井戸は何だったんだ結局。これもらっておくか、あ、これね、あ、これ助け、なんかすごいめんどくさいシステムだな、助けを呼ばないとダメなの、ここは私の城だ、我が兵が命をかけて守り通す、この城はもはや落ちた、皆殺しにしろ、ほら、よし、あ、また宝箱だ。何なんだこれ、別に金で武器を買うとかそういうあれもないし、おっと急に出てきたな、横から、横っちょから、よし、結構宝箱は宝箱は結構落ちてんな、何なんだここは。別に傭兵ども、樽を壊したから何かあるってわけでもないっていうね、よいしょ、そしてあの変なさ悪魔みたいなのがさ来てるみたいな話をしてたけどさ、その悪魔とやらは、ああ武器は結構くたびれてきたな、なんかねこれあの武器の耐久度があるらしくて、壊れてしまうとダメらしいです、ちょっと新しい武器でも拾うか、お前の腕はその程度か、お、いいね、新しい剣だ、確か R2 で敵の攻撃をさばくんだっけ、おお、いいね、ほら、よし、なんだろうね、おお、おお、OK、 よし、これで全部倒したかな、全く傷んでいないな、そうか、ほら、もったりしてるねこのゲーム。ひるむな、やっ
船無謀の衆だ。これもなんかピカピカしてるけどよくわかんない。バリスタだ。エステバン、これは私一人では無理だ。今行く。これを押してどうする。あ、道開けるのか。そういうこと。ああ、で宝箱もらって、これは何をすればいいんだ。やべえ、ほらこのゲームは何をすればいいんだ。ちょ、邪魔邪魔。エステバお前結構邪魔だな引っかかってくんじゃねえ、仲間だろ。で、いろんなとこでいろんな人が戦ってんな。ほら、あれ全員敵なのこれ。なんか上で戦ってる。待って、宝箱ないかな。あ、こっちになんかありそう。ああ、進むっぽい感じだから、ちょっと一回、なんかこれ操作が変だぞなんか何かしら引っかかるみたいな。敵でしょそれ。よし、 OK。 こいつも敵でしょ。なんか別にグロいグロくないとかそういう問題以前に、なんかよし、これで全部集めたぞだからどうっていう話なんですけど。うわ、なんかおかしいぞこれ。操作もカメラもおかしいな。なんか退却して体力へ、なんとしても食い止めるのだ。よし、でとりあえずこんな感じか。 OK。 いや、そんなえぐいことしなくていいっすよ、エステバン。進もう。待って、父ちゃんの友達なんじゃないのいいのそれ倒しちゃうけどこのままだと倒しちゃう感じになってるけど平気かな。よし、ちょっと俺は周りの増強を倒そう。周りの増強を倒すから、ちょっとしばらくエステバンに戦っててもらって。よし、あれっつうか頭がなくなってる。俺頭装備がなくなってるぞ。あ、なんか今鎧が弾け飛んでないかこれ。あ、やばい、ほら。あ、これ鎧とか外れるんだ。おいしょ、弱いな父ちゃんの友達弱いな。なんかめっちゃつばぜり合いしてくるけどめっちゃつばぜり合いをしてくるけど、別にそうっていうわけ。あ、やべ、剣が折れたから、ちょっとお前のを借りようか。ボアキラーってことはなんかあれか、あれをボアだから、イノシシを殺すための武器っぽいな、そういうレベルの。あ、外れた。やめてくださいおじいさん。私はあなたの友達の息子です。ああ死んだ扱いは心得ているようだな。最後槍だったから。だが炎はそこまで器用に扱えまい。なんてこった、また悪夢だ。勘弁してくれ。彼は驚いたようだが、私にとっては珍しくもないですから。ではお前も呪われた身か。呪いを背負う者が二人、また同じことだ。この私が人生をかけて守ってきた者に手出しはさせん。こいつも夢か、それともこれは現実なのか。これは悪夢であり同時に現実でもある。死にたくなければ戦うんだ。分かった、
ワイには命を救われたようだしな。だが説明はしてもらうぜ。質問には後で答えよう。今はこの悪魔を追い返すのが先だ。ここがお前たちの墓場だ。よくわかんねえな、この世界観。呪いがうんぬんってのはまあ分かったんですが、お前パワーアップしてんじゃねえよ。させるか。ほら、つか槍的な戦いじゃないよな、これ。完全に殴ってるもん、槍の柄で。させよ。刺してくれよ、頼むから。え、弱っ。クソ弱えんだけど。まさかボニュアスが呪いを背負う者を送り込んでくるとは。力の使い方もよく心得ているようだな。傭兵、お前は何者だ。私は傭兵ではない。この体にはテンプル騎士、ドゥベール家の血が流れている。ドゥベールと言ったか。ではお前はジャン・ドゥベールの息子か。なるほどな。父親が頼りにするだけのことはある。父を知っているのか。どういうことだ。マルタン、久しぶりだな。ボニュアスとモーヘラ、オードワンが城に攻撃を仕掛けてきたと聞いた。その時からお前の指示だと気づいていた。仕事は終わりだ。ボーダー、奴らを連れて行き金を払ってやる。戦いは我らの勝利。しかし彼は言っただろう。お前の仕事は終わりだ。何？どういうことだ。どうした。早く行かねばお前たちの取り分がなくなるぞ。行こう、エスラ。我が友マルタ、お前がこの城に生物を隠していることは分かっている。だが私に渡すくらいならお前は死を選ぶのだ。望みは叶えてやるから安心するがいい。バカめ、ここに置いておくほど愚かだと思ったか。あれは叱るべき男に渡した。そしてその騎士の息子は彼に勝る力を持っている。ボニファス、愚か者め。息子だと。謎かけはもうたくさんだ。息子とは誰のことだ。言え、マルタン。お前のこの世への憎しみがお前を死に導くだろう。白状しろ、サモノイと殺す。おい、ドゥベールはどこだ。奴でしたら金を受け取ってスペイン人と去りました。なんだ。行き先について言っていなかった。奴は競技試合に参加するためエクリー城に向かいました。どうやら次の十字軍に加わりたいようですな。エクリー城。なるほど。ドゥベールの息子はエルサレムから戻らぬ父を探すために十字軍に参加しようというわけだとする。こちらには好都合だ。はい、ということでいい感じにね、というかまあだいぶ時間経ちましたけど、はい、チャプター終わったんで、では今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。今のところ全く話が分かんないっす。それでは続きはまた次回。それじゃまたな。